県政フラッシュの時間です。奈良市消防出初め式がロート奈良鴻池パーク一帯で行われました。出初め式は消防に携わる人たちの士気を高めるとともに地域間の連携を深めようと行われるものです。この日は消防車両34台の行進に続き消防団などが分列行進を行いました。コロナ禍の影響で規模は縮小されましたが、消防職員や団員など220人が力強い行進を披露し、市民らの注目を集めていました。その後の式典では、中川市長が火災の発生確率が高くなるこの冬場を皆さんと連携し、安全に乗り越えていきたいと激励し、参加者らは気を引き締めていました。最後に出初め式の花、放水演習が行われました。青空に高く上がった水を訪れた親子連れなどは静かに見つめていました。図書館で落語を楽しむイベント、噺家の運転が奈良市の県立図書情報館で開かれました。この図書館寄せは本格的な落語を楽しんでもらおうと奈良市出身の落語家桂文禄さんがプロデュースしているものです。この日は桂文禄さんのほかにこれからの上方落語を牽引する噺家桂米子さんと桂幸鹿さんも登場しました。この中で桂文禄さんは落語の演目の一つ持参金を披露。妊娠している女性との結婚を嫌がる友人が結婚すれば大金が手に入ると聞いて態度を一変するという演目を桂文禄さんは面白おかしく演じ分けました。これもらうみたいな、これもえ20円がいいねん、こっちはこんなんいらんねん。桂文禄さんの巧みな話芸に拍手が沸き起こるなど会場は笑いの渦に包まれていました。ではお知らせです。県立高等技術専門校では令和4年度4月入校生の募集を行っています。県立高等技術専門校は学校を卒業し新たに就職する人や再就職を希望する人が職業に必要な知識や技能を学ぶ施設です。 IT システム科など9つの訓練科で令和4年4月に入校する訓練生を募集しています。定員は各科とも20人です。募集期間は1月31日までで販売実務科のみ1月20日までです。選考は販売実務科は1月31日それ以外の科は2月3日または4日に県立高等技術専門校で行います。受験を希望する人は応募書類をご覧の場所まで提出してください。詳しくは奈良県立高等技術専門校までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染防止対策について県民の皆様にお願いです。感染防止対策は何かをできなくするものではなく何かをできるようにするものです。正しい対策を継続し日常生活を取り戻しましょう。換気によりウイルスを含んだマイクロ飛沫を除去することでエアロゾル感染を防ぎます。マスクには飛沫抑制のほか汚れた手で鼻や口を触らないなど複合的な感染防止効果があります。特に不織布マスクは有効とされています。デルタ株は少量のウイルスでも感染することから消毒によって物品、ドアノブなどを介して感染することを防ぎます。ワクチンの発症予防効果は 100% ではなく、またワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかもまだ分かっていません。感染防止対策を継続しましょう。以上、県政フラッシュをお伝えしました。